今年ラマ君すげえの作ったらしいね。ライダーズスペックで、ね、ライダーズスペックで、ライダーズスペックで一番長い板を担当してるのが平間君ですけど、はい、ついにね、はい、作ってしまいましたよ、ね、僕の楽しいところをやる、うん、板を作っちゃう。じゃじゃーん、来ました、ライダーズスペック DR です。 DR DR って何の DR？ ディレクショナルです。おー、あえてのディレクショナル。ディレクショナル、完全ディレクショナルだ。完全ディレクショナルです。まあ、なんでかっていうと、うん、まあ、あの最近サイドカントリーとかバックカントリーとか、おー、まあ、ちょっと柔らかめの雪ね、そう、うん、パウダーも注目してるし、ただそのパウダーボードに乗ってしまったりするとゲレンデでね足りないところもあるじゃないですか、うん、でこれ1本でパウダーと地形からカービングまで全部を楽しめるような、なおかつディレクショナルをツインのように乗っていただけたら楽しいなと思って、60なんだけど、うん、ノーズテールが薄いロッカーなんで、うん、まあ、グラトリ全然普通に打てる。だからさばきと浮力があるからパウダー、うん、あとカービング、うん、要は昔ソリッドってあったでしょ、うん、あいつがもう好きで僕、うん、ずっと言ってるもんね、忘れられなくて、忘れられなくて、うん、それをこいつにつぎ込んだわけだ。そう、あいつのカービング、そう、あいつのカービング能力に回転性の操作性浮力を足して、うん、大人の板にしました。じゃあ圧接でカービングしてそのまんま例えば横コース脇のパウダーとかゴーンって入ってってまた戻ってこれるわけだ。そう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 。何その板、ずるいでしょ。ずるいね。これ楽じゃない乗ってて。楽っすよ、楽っすよ。もうだからでもフリーランしてそのケースが一番多いもんね。そう、圧接バーン滑ってちょっとコース脇ダダダダって入っていった時にいいんでしょ。確かに。こいつがそれに適してるわけでしょ。そうそうそう。最近は特化したがいた多いから、うん、そういうとこじゃなくて楽しさを特化させたいなと思って。あ、でついこの間もね野沢のパウダー行ってきたんですよ、うん、本格的なバックカントリー行ってきたんですけど、もう食い食い浮くんですよこいつは、うん、なおかつキャンバーがあるんで必要なところでこう板が寝てくんですよ、スッと走るし。で新しいタイプのオールラウンドボードだね。そうだね。あ、そうだね、うん、そうだね。少し年齢層が高めのっていう感じだね。だからちょっとこうパウダーとかそのバックカントリーとかそういうことも考えた上のオールラウンドボードってことですね、うん、そうですよ。なるほどな。そう、面白そうな板ですね。まあカービングもできるし、はい、これでも乗ったら分かるだろうね、うん、びっくりするのはグラトリも打てるから、うん、乗ってもらいたい。そうだね、ぜひ乗ってもらいたいです、うん、ちなみに、はい、あの56もあるんですよ。おお、56か、ちょうどいいサイズだね。僕みたいなあの体型のこう体が重い人には6もある。ヒロ君とかレイ君たちには56と、あ、56送られてくるといいですね、うん、僕もあちょっと遊んでみたい。乗ってみたい。それ一本でこう普通にゲレンデの上から下まで滑ってみたいな、うん、もう全然違いそう。いいな、オールマウンテンできると思いますので、ぜひ皆さん、これ注目ですね。ライダーズスペック DR、はい、よろしくお願いします、はい、今後 BC のメインモデルになるかもしれません、ということです。